こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日はアメリカの FBA の転送サービスですね。なんと FBA の販売不可商品を、無料で受け取ってもらえるという転送会社がありましたのでご紹介します。通常はね、私が使ってみて、まあ問題ないな、これなら大丈夫だなと確認してから、皆さんにご紹介するんですけど、まあ、今回はもう普段、受け取ってね、再販するんじゃ受け取り手数料と再発送の手数料で合わないから、捨ててた在庫ですね。まあ、それを受け取ってもらえて、まあ、使いやすくてね、再販売できれば OK と。まあ、そうじゃなかったら、まあ別にいつも捨ててたもんなんで、捨ててるんだったらね、50セント、あ、15セントで済んだのが、返送したから50セントかかったと。ね。20円が60円になったと。その差40円しかないんで、まあ、とりあえず、使ってみちゃった方が早いだろうということでね、検証前ですけどご紹介しちゃいます。このフィッシュファストというね、会社です。返送の受け取りが無料。しかも180日保管してくれると。でね、在庫の管理画面等も使いやすいんで、使いやすそうなんで、なかなかいいんじゃないかなという予感があります。で、若干ね、細かい記事のバグがあったりなんだりで、気にはなるんですけど、まあ、少なくともね、まあ、もともと捨てる商品が、ただで受け取ってもらって、再販売できればラッキーというぐらいの感覚で使ってみてください。で、まあ、登録はね、こちらのリンクから登録してもらうと、初めの送料が5ドル割引になります。で、登録して住所がもらえたらですね、この FBA の返送手続きを自動で月1回あるいは月2回受け取れるように設定しておいてください。まあ、こちらの方にね、画面変遷通りに書いてありますけど、画面変遷が違うとかね、わかんないといった場合にはまた、質問ください。で、無事登録終わるとですね、Amazon の、方からこのようにメールが飛んできます。今回は、あったらいいなのね、サービス。FBA の、在庫受け取りが無料と。さらに、受け取った商品を写真で撮って、それを一目見て分かるようなね、管理画面にしてアップされてると。これね、使いやすかったらすごくいいサービスで、本当になかなかない、ね、サービス。儲かんないサービスで、配信にならなきゃいいけどなというのが一番の不安です。そんなわけで今回は、FBA の、販売不可商品の受け取り手数料無料というサービスを見つけましたので、そのご紹介です。またご質問ありましたらね、チャットワークの方で聞いてください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。